田ありささんのお声を担当させていただいております、安西ゆかりです。ご案内します。源平天下分け目となった壇ノ浦の合戦では、平家水軍として活躍し、鎌倉時代の蒙古襲来時の優先によっても知られる松浦島、古来大陸と海上交通の重要な拠点であった松浦地方が松浦島発生の起源となっています。九州は中国朝鮮半島に近く、大陸側から九州へ向かう際は朝鮮半島から対馬、壱岐を経由して最短距離でたどり着くのが松浦地方です。